ベルちゃんどこ行った？隠れてないで出ておいでよ。明日の朝ね。今はやだよ。え、マジでどこ？やだよ、スキル回復してないもん。どうせこの辺にいるんだろ。隠れても無駄だからな。陣営に分かれて戦うのだ。陣営同士の団結力が問われるのだ。まずは村人陣営。村に紛れてる人狼を協力して倒せば勝ちなのだ。次は人狼陣営。他の陣営を全員倒せば勝ちなのだ。とっても強いスキルを持っているのだ。最後は第三陣営。少し変わった勢力なのだ。特殊勝利を目指して戦うのだ。あとこの世界にはいろんなスキルやクエストが存在するみたいなのだ。うまく立ち回って自分の陣営を勝利に導くのだ。やっていきます。10回目のマイクラ人狼クエスト。今回なんと新役職引けました。最近村人ばっかなのに珍しい。今回の役職はアサシン。人狼の派生役職ね。人狼のスキル方向がねえ代わりにキルした後に透明になれる感じか。ちなみになんだけど人狼と違ってキルした後に割と大きい音が鳴るからそこだけ注意って感じかな。聞こえる範囲はそこまで広くはないけどね。めちゃめちゃ逃げてて受けだってことで夜だね。今回の相方は誰なんだ？相方はニグさん。ニグさんはいつもの人狼だね。今回は狂人枠はいないのね。まあ7人村だからね。狂人がいないってことは隠れづらいのよな。私が村人役職語った方がいいのかな？まあでも占い師もいねえからな。まずは出方を伺って様子見すんのがいいんじゃねえか。まああとはこの村ポンコツいるからね。いい感じにかく乱してくれるんじゃないかしら。この試合はポンコツの動きが鍵になりそうだね。おはようなのだ。みんな生きてる？多分シェイドさん静かな気がするけど。まだ始まったばっかじゃん。あ、ちょっと確認したいんだけどいい？どうしたの？夜にさ、方向って聞こえた？方向？私は聞こえなかったけど。驚くも聞こえなかったよ。なるほどね。これ私ポンコツです。おい、どうすんだこれ。な、何急に？いや実はね、もしかしたら私ポンコツかもなと思ってさ、村の中央で方向打ってみたんだよね。やっぱ案の定っぽいね。あ、なるほど。まあ本物だったとしてもわざわざこのタイミングで言い出すメリットないし、とりあえずポンコツ置きでいいんじゃないかしら。そうだよ、 7C はポンコツだよ。悪意のある編集しとる。うん、じゃあかなりわかりやすくなりそうだね。あとは共有者さんたちが出てきてくれればかなりスケールのだ。誰なのだ？狙われるリスクもあるからすぐは出てこないんじゃない？知らんけど。それよりも 7C の方向ってみんなが近くにいなかったから聞こえなかったって線はないの？あ、まあ確定ってわけではないよね。それはそうなんだけど、これ以上深掘りできそうもないから仮置きでいいでしょって。そんなことより今日、あ、え、シェイドさん、うわ視界が、これは多分ニグさんがアイテム使ったな。タイミング的にシェイドさん倒してすぐ使ったのかもな。しれっと私もウタイさん倒してたからちょうどよかった。この辺でうろうろして適当にアリバイ作ろ。ひえ、怖かったのだ。みんな大丈夫？多分シェイドさんやられてるよね。あ、ちょっと待って、ピカミパンが落ちてる。え、墓じゃなくて？ちょっと待ってね。あ、あった。歌いもんがお墓になってるのだ。あいついつも早死にしてんな。さっきまで地下にいた人だ。あれ、私今トツさんと倉庫の方のショップの近くにいるよ。え、私もさっきまでトツさんの近くにいたよ。じゃあその3人は歌いさんの犯行には関われない？いや、でもそれは視界が晴れた時にいただけだからね。だから俺たちのアリバイはないよ。まあそれもそうか。ベルちゃん、やった？え、なんでよ。私暗闇になる前からこの辺りにいたよ。見えてたでしょ？それよりシェイドさんは、なんか断末魔聞こえてた気が。さっきからお墓探してるんだけど見当たらないんだよね。っていうかさ、共有者誰なの？さっき話がうやむやになってたけども。ベルさんのせいだろ。この場面なら名乗り出てほしいところなんだけどどうかな？いない？あ、マジか。じゃああの二人が共有者だったのかな？え、じゃあかなり絞れない。トツ先輩今どこにいるのだ？え、何急に？風車のとこのショップにいるけど。了解なのだ。ちなみに役職は？もう使用しちゃうか。俺は霊能者だよ。で、今シェイドさんのお墓風車のとこで見つけてさ、占ったら人狼ではないようだって出たよ。本当？本当にトツ先輩村陣営なのね。本当に信用していいのね。疑いすぎだろこの狼。かなり動いたわねー。人狼サイドで一人ずつ倒せたはいいものの、役職がほとんど透けかかってるな。あそこ共有者語りした方が良かったんだろうか？いやーでもどっちみち霊能でバレてるだろうし変わんないでしょ。問題は次の朝ね。え、なんで？ 7C がこのままポンコツだとして、驚くさんとトツさんでお互い白証明取ってたらどうなる？あ、消去法で私とニグさんが人狼になるのか。そういうことだ。驚くさんがめちゃめちゃ念押ししてたし場所まで聞いてたからな。もしかしたら今一緒にいるかもしれねー。まあでもまた同時に倒せばあとはゴリ押せるからね。何にしても夜が明けたら勝負ね。おはようなのだ。
全員いる？石板見てたけど全員いるよ。そっかそっか、驚く夜の間ずっと突先輩といたんだけどね。何もされなかったからほぼほぼ霊能確定。驚く目線にグサンとベルさんなんだけどどう？私もそうだと思うよ。二人が一緒にいたの私も視認してる。いやいやいや、あんだけ念をされてたら突さんもやりづらいでしょ。白角欲しかっただけじゃないの？もう観念しろよ、目星はついてんだよ。ちょっと怖いから三人で行動しよう。世の中は怖いぞ。世の中怖いぞって何？人狼クエストにおいて誰も信用しちゃいけねえんだよ。三人で協力してお前ら倒しに行くからね。協力信用してんじゃねえか。やっぱり役職透けちゃったわね。ここまで断定されるとは思わなかったけどな。どうすんだこれ。まあ狂人いないししょうがない。こっからは新役職の力を使うぜ。アサシンの消える能力？でもそれって倒してからじゃないと能力発動しないんでしょ？そうだよ。だからこれ透明化のポーション使って近づけば解決ってわけよ。あーなるほどな。あのポーション持続時間短くて倒した後見られやすいが、そこをスキルでカバーするってわけか。でももう人狼陣営なのバレてるし、見られても見られなくてもどうでもよくない？いやー甘いねレイム。今村陣営はみんな固まってるみたいだからね。そんなとこに突っ込んで息してもやられるだけでしょ。あ、なるほど。逃げるためのスキルってことね。レースの虚空みたいなもんだよ。急にエイペックスで例えんな。最近めっちゃ裏でやってるからね。だから投稿してなかったのかこのコウモリ。ニグさんからアイコンタクトが。これはやるってことじゃない？よし任せろ。ニグさんならきっと1キルしてくれるは。あれ暗闇？そういえば最初もかかってたな。人狼陣営なのにバグってんのかな。まあいいや、村陣営だって見えてないはずだからね。驚きさん、お命頂戴する。よし、なんとか倒せたぞ。ポーション切れてたような気もするが、まあ関係ないわな。しかも今はスキルで透明化中。このまま射線切れる位置まで避難しなきゃ。Qチャンネルエペ消せ。え、あいつどこ行った？これもしかしなくても俺とベルちゃんだけだよね。隠れてないで出ておいでよ。明日の朝ね。今はやだよ。え、マジでどこ？私これからガチハイドするからね。絶対見つけられないと思うよ。ベルちゃん、聞いてくれよ。やだよ今スキルないもん。話すことなんて何もないよ。ほら早く探し回れよ。いやそうじゃなくてさ、嫌な予感がするんだよ。え、何どうしたの？多分なんだけどさ、7さん倒したの俺かもしれない。これは、暗闇の時かしら？だな、ニグさんはここでやられちまったのか。でこの後ベルちゃんが出てきて倒したら消えてったな。で残った2人。まあよくわかんないけど、トツさんが私を見つければ勝ちだよ。まあ私本気出して隠れてるから見つけられないと思う。見つけられないと思うけどね。わかりやすすぎだろ。多分風車の方とかだよ。見つけた。やべバレた。おいちょっと待てって、倒させろ。じゃないと俺が7さんに叱られる。そんなの知らんわ。私はエイペックスキーマウゼイだぞ。追いつけると思うなよ。ちなみにあれだからね、俺ウーパールーパーのクエストで体力上がってるからね。殴り合ったら俺が勝つからね。そんなのずるだろ。おい正々堂々明日の朝に勝負しろよ。スキル使うだろそれ。ねえ不毛だってこれ、早く諦めろよ。あうるさいうるさい、誰か助けて。知らないおじさんが追いかけてくる。ここでそれやめろ。どうすんの？これ捕まりそうだけど。あーもうこれやるしかないか。隙を見て返り討ちにしてやる。負けてしまいました。ということで新役職アサシン会でした。切り替え発射。スキル回復したの忘れて剣で行っちゃった。ニグさんと戦った後だから激動だったんだよね。今回の試合トツさんと同時投稿予定だから合わせてみてね。村視点の動きがよくわかるはずなのぜ。概要欄チェックね。ってことで新年一発目の動画でした。これからエペリアパルワールド頼む。編集してくれ。